フリードリヒ・トラウンは、ドイツハンブルク出身の男子運動競技選手。フルネームは、フリードリヒ・アドルフ・トラウンと言い、フリッツ・トラウンと呼ばれることもある。1896年にギリシャアテネで実施された第1回近代オリンピックにおいて、テニスと陸上競技の2部門に参加し、テニスの男子ダブルスで、ジョン・ピウス・ボーランドと組んで、最初の金メダルを獲得した選手である。1896年4月6日から15日にかけて、ピエール・ド・クーベルタン男爵の提唱により、第1回近代オリンピックが、発祥地のギリシャアテネで開催された。最初は9種目から始まり、陸上競技とテニスはそこに含まれていた。1896年アテネ五輪では、選手たちは個人名義で出場した。そのため、テニスのダブルスなどでは、異なる国の選手による混合チームも存在した。最初のテニス競技は、試合がテントの中で行われ、男子シングルスには、総計15名の選手がエントリーした。男子ダブルスは6組の選手が出場し、そのうち2組が混合チームであった。フリードリヒ・トラウンは当時のドイツスポーツ界で陸上競技の中距離種目を得意にする選手として知られた。アテネオリンピックの会場で彼は陸上競技の2種目に出場したが、100メートル、800メートルとも予選落ちに終わった。この後テニス競技に出場し、男子ダブルスでイギリスのジョン・ピウス・ボーランドと混合チームを組んだ。イギリスとドイツの混合チームは決勝でギリシャペアのディオニシオス・カスダリス&ディミトリオス・ペトロコキノス組に5から7、6から4、6から1の逆転勝利を収め、こうしてオリンピックのテニス競技で最初の男子ダブルス金メダルを獲得した。最初のテニス競技結果は、男子シングルスダブルスともに決勝戦しかスコアが残存していない。オリンピック終了後、トラウンはドイツで多数のテニストーナメントに出場し、1902年にプラハで開かれたオーストリアトーナメントでシングルスダブルス優勝を果たした。1904年の冬にはボブスレーの競技大会にも出場し、引き続き多芸多彩なスポーツ選手として活動を続けた。後には、ハンブルクゴルフクラブの設立に関わったこともあり、ビジネスマンとしての詳細も備えていた。32歳になった1908年、彼は結婚生活に入り、3ヶ月間の新婚旅行に出たが、帰ってからわずか1ヶ月後の7月11日に、ハンブルクのホテルで遺体が発見された。頭部を撃ってのピストル自殺と考えられるが、詳細は不明のままである。ありがとうございます。